台湾の食文化に触れてほしいと大崎町の小中学生にバナナがプレゼントされました。大崎町は東京オリンピックで陸上台湾代表のホストタウンに登録された縁で台湾との交流を続けています。これを知った東京で学校法人を運営する台湾人の女性が、子どもたちに台湾の食文化に触れてほしいとバナナおよそ1100本を大崎町にプレゼントし、町内の全小中学校の児童生徒に配られました。東京オリンピックでは新型コロナの影響で直前合宿や交流が中止となり、お互いに残念な思いをしましたが、心温まる贈り物に子どもたちも大喜びでした。美味しかったです。いっぱい食べたいと思った。台湾のことを調べてみたいです。